はい、こんにちは。えー、田中みやびです。え私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などをやってるんですけれども、えこのチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、普段の生活の中から思ったことをどしどし配信していこうという趣旨のチャンネルなんですけれども、今回、どうでしょうか声、通ってますかね私の声。 えー、実はですね、あの、マイクを購入しまして、それが、これ、本日収録しているのは、10月5日なんですけれども、えー、その前日の10月4日に、えー、マイクが、えー、届きまして、Amazon で注文していたマイクが、えー、それで今使って、えー、収録させていただいてるんですよ。あのー、今まで、もしご覧になっていた方で、 おそらくなんですけれども、私の動画を見るときに、十中ハック、音量を最大ぐらいにしないと、iPhone でも、えー、ラップトップでも、多分、あの、満足した音の大きさって出なかったと思うんですけれども、まあ、これまだ今日初めて使ったんで、結果どうなってるかわかりませんが、あのー、 もしかしたら、えー、ちゃんと音が、えー、聞こえているんじゃないかなと、えー、音量を大きくしなくてもちゃんと取っているんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかもし、あのー、まだ音量が小さいとか、えー、音を上げないとよく聞こえないとか、っていうことがありましたら多分設定ミスでやるとか、<laughs> あのー、まあ、もう一回、 いろいろと調整しないといけないのかもしれないんですけどね。えー、まあ、ただ、今回は、その、音が、ちゃんと、音量が通っていると信じて、えー、音量が、大きくしなくても、ちゃんと聞こえると信じて、あのー、まあ、どんなマイクを買ったか、紹介させていただこうと思います。あの、購入したのが、この、JBL、えー、Quantanam Stream っていうやつで、 あの、アマゾンでちょうど1万円ぐらいでした。あの、いろいろと、あの、何を買おうか迷ったんですね。まあ、3000円か4000円ぐらいからアマゾンでずっと売ってるんですよ。えー、で、まあ、次の機種が7980円だったんですね。ソロキャストってやつかな。で、えー、さらにその上位の機種になるのが、上位かどうかわかんないんですけども、値段が違う。<laughs> 値段はこちらが高いんで、 この JBL コンターナムストリームってやつで。あともう一つ16,500円ぐらいのもあったんで、USB でつなげるやつ。えー、コンデンサーマイクですね。えー、で、ちょっとそれ、まあ、どれにしようか考えた結果、まあ、で、YouTube で何人か、え、解説を上げてくれてたんですよ。あの、配信用のマイク、どれがいいっていうので。で、ま、その中で、あの、一番自分に合ってそうだなと思ったのが、この JBL コンターナムストリームってやつだったんで、あの、今、 ここにあるんですけど、実は。これ、これですね。これですね。これ、これ、これ。そう、あのー、最初16,500円のようにしようと思ったんですけど、ここの部分が光ってしまって、えどうしてもその画角によっては、えー、目立ってしまうなと思ったんで、あのー、まあ、こうやったら、あのついてるときは、ここに、えー、この底の方、底面の部分が緑色に光るぐらいなんで、 えー、もしかしたらその画面にこうマイクがこう入ってしまうような状況になってしまったときにこの光ってるとすごい目立つなと思ったんでまあその上位、えー、まあ多分そっちの方が音はいいのかもしれないんですけれども高い分なので一応のこの中間を取って1万円のものに <laughs> させていただいたんですけれどもこれで音が取っているとことを祈りますかえー、そうですねあのー 本当に今回1ヶ月近く YouTube を撮影してみていかに音が大事なのかっていうのを思い知りましたね。あの実はですね私あの大学時代自主制作映画を作っていたんですよ。でその時にあの実はこの音が大事だってもともと僕知ってたんですね。知ってたけど忘れてたんですよ。 実は映像制作って映画とかドラマとかバラエティ番組でもそうなんですけどまあ映像の綺麗さっていうのは多分求められる要素だと思うし観客もそこを注目して見てると思うんですけれどもあ、この映像めっちゃ綺麗だなとかこの映像よく心情を表してるなってなんか思うと思うし映画とか、えー、テレビドラマって映像芸術の一つだと思うんですねただただ実は その、テレビとか映画って映像を見ていると映像が、映像の質が作品の質にそのまま直結するのかっていうと実は違うんですよね。これ僕の見解なんですけれども映像制作をやってた身としての、えー、アマチュアですが、えー、実は音の方がクオリティを左右するんですよね。っていうのも あのー、ま、あ先ほど話したように、私、大学時代自主制作映画を作っておりまして、あのー、上映会とか、えー、開くんですよ。えー、作った作品の、えー。上映会を学内であるとか、時々学外とかで見やってたんですけれども。で、私は、ま、あ一応僕も何本か監督作品作らせていただいて、そのうちの何本かは、えー、私の YouTube チャンネルでもすでに 配信,さ配信しているので、まあ、ご興味あったらご覧いただきたいんですけれども。えっ、ー、と、まあ、その2作品もそうだったんですが、あの、すごく、ええー、まあ、当時2005年とか4年とかもう今,今みたいな、えー、もう iPhone でそれなりのクオリティの撮映像が撮れるみたいな時代じゃなかったんで,で、ただそのパソコン編集みたいなものがようやく普及してきたような、えー、状,況のじ状況だったんですよ。 もちろん MacBook Air で編集なんて絶対できっこない時代ですね。デスクトップで Premiere プ Pro を入れないと編集はできないっていうような状況だったんですけどね。満足なで、その状況で撮影するにあたって、やっぱりその音っていうのはめちゃめちゃ重要でしたね。あの、よく自分の作品を最初に上映会にかけた時もそうだったし、まあ、 あの他のサークルの仲間たちが作った動画、映像をあの、上映会で見た時もそうだったんですけど、やっぱり音の質が作品のクオリティを左右するなと思ったんです。あの当時のカメラだったらそんなに何を使っても、何を使ってもそんなに質は変わらないかなと思ったんです。あの映像っての質ってそんなに 映像の綺麗さってそんなに、あの、先ほど申し上げたように、えー、作品のクオリティを決めないんで、実は、その目に見えない音の方が、えー、決めるんですよ。えー、例えば、あのー、今こうやって話してるじゃないですか。で、ここに、あのー、僕の声がぶつ切りになってたりとか、音量が下がったり上がったりとか、なんか、例えば外だったら、公園とかだったら、えー、虫の鳴き声とか、えー、木とかの、 さえー、木とかの、えー、日本語が出てこない。あの自然の音が入るじゃないですか。えー、風の音とか、えー。そういったものが、えー、入ってないとおかしいですよね。人が話してるとこを撮ってたとして。なんか人の声だけ聞こえてて背景の音が聞こえないって変じゃないですか。で、歩いた時は足音が必要ですし。ただ当時の映像制作だと あのー、外で撮ろうとするとちゃんとマイクを使わないと人の声って拾えないんですよ。で拾えたとしてももう周りの音がうるさすぎてちゃんと声が入らないとか当然そんなマイクも良くなかったんでそういうような事態が起きたんで、まあ、例えば実製作映画レベルだとあのー、人の声だけ後でアフレコって言って後で声をもらってそれだけ乗せてあのー、ちょっと、えー、背景の音は あの、まあ、そ、えー、その上映会レベルでは、えー、勘弁してくださいってことで、なしとかで出してたんですけど、出すような作品もあったんですけれども、まあ、ええー、僕も最初はそのようなことをたくさんしてましたが、えっと、まあ、結果それを上映会でかけたときに、やっぱりその、大きなスクリーンだと、ええー、映像は別にいいとして、音のそのぶつ切りだったりとか、同じ振動とか切れちゃってたりとか、その方が、 あの、違和感を感じてしまい、それが、あの、映像の綺麗さとか、映像がいくらどんな綺麗に綺麗に映ってたとしても、えー、なんか、質を落としてるように、えー、見えてしまったんですよ。えー、なので、そっからですよね、音の方が、えー、映像って重要なんだなっていうふうに気づいたのは。で、私の YouTube も、あの、編集をほとんどしないっていうような本心でやらせていただいてるんで、 この A とかあの音とかもそのまま載せちゃってるんですけどもね、えー、テロップも載せないですし、えー、な,なので、まあ、より音が重要になってくるかなと思うんですあの私あのカメラは iPhone にして先にそっちの方を調整させていただいたんですけども映像の方を、えー、どちらかっていうとやっぱりその耳で聞くものとして、えー、捉えていただくのもいいかなと思っていて私自身が YouTube をそのような耳で聞くものとして えー、活用することが多いんで作業中とかにラジオみたいになのでそのような使い方をするんだそのような使い方を視聴者の皆さんに想定しているんだったらやっぱり音の方が重要かなっていう形でこのようにさせていただいた、えー、次第です、えー、なのでまあじゃあ先にやっとけよっていう話かもしんないですけれどもあのー、まあ時間が経ってるので、えー、ちょっとそこまわりに思い至るのに時間があ思い出すのに時間がかかったっていうような次第でございますが ということで、あの、今回、その、散々音について語ったんですけれども、え、で、それで音が小さかったらどうしようって今、すごい、すごい、戦々恐々としておりますが、え、ちゃんと音が取っていることを、え、お祈りします。え、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。え、この動画がもし良いと思った方は、え、チャンネル登録、並びに高評価の方、よろしくお願いいたします。それでは。